悪い。熱があるのかな。こう。うん。美味しいパンケーキ、シロップ付き食べるよね。お父さん。こちらでお話ししましょう。次郎君は猫インフルエンザです。治りますか？ご心配なく。この病気はすぐにかかるけどすぐによくなるんです。しかしですね、猫インフルエンザにかかるのは通常猫だけなのです。つまり要するに坊ちゃんは猫なのではないでしょうか。結果は水曜日に出ます。もう治ったみたい。お医者さん行ってよかったね。あのね、次郎、お前はどうやら猫らしいんだ。だからって何も悪くないんだよ。心配しなくていい。月曜日、動物愛護センターへようこそ。こんにちは。こんにちは。あの緑色の目の子が気に入るかもしれませんね。優しそうだし。猫は初めてですか？はい。まあ、おそらく息子本人が猫なんですが、お医者様がそう言ったのです。息子の気に入る猫が見つかれば連れて帰るつもりです。息子には弟ができるし、私は大丈夫。はい、これをどうぞ。息子さんをもっとよく理解するのに役立つと思います。猫の育て方。次郎はね、
今日はちょっと風邪気味なんだよ。火曜日。猫は人に懐きますが、一人でいるのも好みます。猫は外で遊ぶのが好きです。ジロー、お家の裏の森で遊ぼうか。オッケー。好きなだけいていいからね。ジロー君、こっちおいでよ。してるの？自然破壊。一緒にする？絶対秘密なんだけどさ。うん、僕は実は猫なんだ。ねえ、猫ってどんな気分？大丈夫、僕が猫でも友達でいてくれる？もちろん、猫と人間はいいお友達になれると思う。晩ご飯よ。晩ご飯だから行かなきゃ。はい。じゃあね、ジロー君。お腹空いてるかな？水曜日。こちらが検査結果です。坊ちゃんは猫です。あ、待ってください。いや、そうですね。そうです。おっちゃんは猫です。そう書いてある。かわいい子猫ちゃん。僕、猫になんかなりたくない。人間の男の子がいい。先生。なりたいものになればいいのよ、次郎くん。猫は時にとても頑固なんです。スーパーヒーローのタンクモンスターだ。そうそう。
おしまい。